二股してた元彼。別れたと言ってたのに彼女が妊娠。おかしなところはあったけど好きだったから信じてた。二股発覚してから反動性してたみたい。彼女の実家で。それでも別れるからと私に連絡してきてた。でも嘘だらけ。しばらくして入籍。彼女が勝手にした。そんなわけないのに信じてた私。もう無理と思ってても好きだったから信じてたんだと思う。元彼には恨みしかなかった。勝手に二股かけてで既婚したくせに離れようとしたら、お前も他の女と一緒で俺から離れていく。本当にアホかと思ったね。憎しみしかなかった。不幸になってほしいと心から願ったね。最近、彼の子供が生まれた。先天性の異常があったって。子供に罪はないけど。散々、女をバカにして、人としての思いやりもなかった元彼。因果応報だと本当に思った。彼に対して、ざまあしかない私が怖い。